えー、今日の何やってんだよニュースですけども、またまたです。鈴上峰、ね、小学校の先生34歳が、なんとですね、10代の女の子に裸の写真を送らせた疑いだそうです。まあ、女の子もね、自分の裸を自撮りして34歳の、その、<laughs> ロリコン教師に送ったらどういうことになるのかってことをね、想像ができないわけじゃないと思うんですけども、まあ、お金あげるからみたいな感じだったんですかね。 まあそうなると、娘さんお持ちのお父さん、お母さん、お小遣いケチるとこんな目に遭うのかっていう心配にもなりますし、娘さんからね、小遣い値上げしてくれないんだったら、私、自分の裸の写真あちこちに送るから、みたいなね、脅されちゃったらたまんないですね。いや、でもどっちにしてもね、学校の先生、ほんと、安藤なんとか容疑者こんなことばっかりやってるんですか、学校の先生。何やってんだよ、と三と。34歳。まあ、ねえ、 この人の趣味にとやかく言うつもりはありませんけども被害者が出るようなことしちゃダメでしょうねしかもこうやってね警察の500回福山東警察署なんとどういうことなんでしょうかうちの地元じゃないですかバカチン何やってるんだ鈴ヶ峰小学校遠くから来てうん困ったもんねというニュースでした